FM 93.0 AM 1242 日本放送です。 The Radio Show。 高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻は午後、お昼1時になりました。こんにちは、カンニング竹山です。平野ノラです。さあ、ノラちゃん、はい、今週ナイツが2人が夏休みということで、はい、日替わりパーソナリティでピンチヒッターということで、月曜日私カンニング竹山がはい、ピンチヒッターになりましたけども。ありがとうございます。ノラちゃんとこうやって喋るのもあんまりないよね、こうやってしっかり話すの。ラジオはそうですね。そうだよね。現場で会って、はいはい、現場でいろいろ話したりしましたけど、はい、こうやって二人で今から2時間ちょっとラジオをやるっていうのは、はい、あんまりいないですよね。やっぱりすごく大きな声だから聞き取りやすいです。うん、大きな声だから、ちょっとね、リスナーの人うるさいかもしれないけどね。年々耳が私も遠くなってきてるので、ありがたいです。うん、そうですね。はい、この前、ここに日本放送に来る前、ちょっといろいろ諸事情あって、サンミュージックの社内で怒鳴ってたからね。本当ですか？怒鳴ってたね。社員相手に怒鳴ってたのよ。今日ですか？今日、ちょうど朝10時からね。穏やかじゃない、ね。穏やかじゃない一日だったね、今日は。そういうことじゃダメだろうっていう話をね。カツを入れないとね。本当にね、そうですよ。さんみたいな人がいないから、今もう。はい。僕は社員じゃなかったからけど、社員だったらこれ、同活でパワハラですからね。危なかった、危なかったと。いいですね。ということで、これでも、はい、俺、俺やっていいのかね。え、やってください。大丈夫かね。全然大丈夫ですよ。いや、あのさ、何の心配もない、はい、もう野良ちゃんも ご存知だと思いますけど、はい、だからちょっと前までさ、はい、あんまり言うのもあれですよ、真裏やってたわけですよ。まあそうですね、真裏真裏やった、はい。ほんでそっからなんか紆余曲折いろいろありまして、うん、日本放送さんにお世話になることになりまして、はい、ほんで今ほらピンチヒッターでさ、はいはい、火曜日だけね、はい、やらして、でも、各週かなんかでさ、はい、火曜日だけやらせてもらって楽しい日々を過ごしてんだけどさ、うん、それでいきなりまあ、ナイツが夏休みといえどもさ、いきなり真裏の月曜日春っていうのはさ、なんかこんな白状な芸人いるかっていうさ、いやいや、そう思わない？いやいや、そんなことないですよね、やっぱりもう。大丈夫だよね。大丈夫です。いや、俺も今日朝いろいろ考えたのよ。これ大丈夫なの？あれだけね、お世話になったのに、はい、で、お世話になったスタッフもみんなね、今頑張ってんのにね、うん、それでこんなことやっていいのかと思ったんだけど、いいです、はい、あ、俺いいんだと思ったの。なんでかったら、はい、前の裏やってた番組で、はい、あの、完全にパイプなくなったの俺だけなのよ。はっきり。あとはさ、はっきりパイプなくなった。はっきりパイプなくなった俺だけなのよ。すごい。あとはだってみんなほらそのまま夜やってたりとか、はい、ポッドキャストやってたりとか、そのまま居残ったりとか、はい、別の番組になったりとかあるけど、はい、俺だけパイプゼロになったのよ。すっごい気づきましたな。気づいたのよ。これも何も何が悪いかってったらサンミュージックの力不足ですよ。ああ、それは怒鳴りますね。そうなんですよ。それは怒鳴るでしょう、やっぱり、ね。そのことで怒鳴ったんじゃない別のね、案件いろいろあるから。そうなんですけどね。まあだからそうやってちょっと今日裏をやらせてもらうこと、裏ってこっちは表ですけどね。そうですね。ある意味ね。そうですね、表ですね。でもあんまりさ、俺も分かってんのよ。あそこ行ったり、ここ行ったり、あそこ行ったり、ここ行ったりする人間って信用できないじゃん。だからその辺を LF の方は俺のことどう思ってんのかっていう。それすごく思いますよね。確かにね。はい、ちょっと都合のいいね、感じはありますけどね。そうなんですよね。だから元のところもどう、俺のことどう思ってんのかとか、うん、うん、それとかちょっと言ったあっちのね、浜松町の人たちもどう思ってんのかとか。思ってんのかな。うん、それもあります。あと、半蔵門の人もどう思ってんのか、六本木の人もどう思ってんのかとか。ぜひ、なんかね、メッセージいただきたいと思います。そうですね。そのプロたちからメッセージ来たらいいけどね。まあ、答えは何も思ってない。もう忘れた。何も思ってないで、どこも仕事がないっていう。忘れたという記憶がないっていう。そうですよ。で、結局俺、ね、東京でどこもなくなって、はい、手挙げてくれたのが、大阪の ABC っていうね。はい、大阪の ABC がやりましょうっつって、いいですねっつったら、はい、ポッドキャストですって言われて。大阪の、ワジン幹線乗って大阪行ってそこで、ポッドキャスト撮ってんだから。へぇー。はい。そうですか。そうなんですよ。新幹線代までも出してくれますよね。うん、それはね、はい、他の番組と紐づいてるから。紐づいてるから。来たついでにポッドキャスト撮ってくださいって。なるほどね、そこうまいこと。はい。それでね、まあ、そのありがたいですけどね。ありがたいですよ、はい。まあ、でもこうやって日本放送さんのね、はい、やらせてもらえること、まあ、ナイツが夏休みっていうのもありますけど、はい、こうやって昼間やらせてもらうことはもうありがたいですね。はい。もうこれで、全部制覇じゃない？すごい。今日コンプリートなのよ。コンプリート今日コンプリートで。すごい。あ、そうですか。だからあれはさ、はい、パートナーとしては火曜日やらせてもらったりしてるよ。はい、で、結局だから、今日初めのあいつとか夏休みだから、はい、こうやってラジオショーをさ、昼間1時からのワイド番組を今日メインでやらせてもらうわけでしょ。はい、で、浜松町さんの方行けば、はい、浜松町のあのおじさんが、かつてね、もう10年以上前よ。うん、10年以上前、あの浜松町のおじさんが休みの時があって、はい、その時あれメインでやってたのよ。浜松町のあの番組を。
ほんで、メインで。で、赤坂の方は赤坂の方でこれパートナーやってたから、たまに休みの時にメインでやることあったんで。はい。この時間帯をメインでやる、これコンプリート。素晴らしい。うわ、うれ、ね、あ、うわ、ありがたいです。その日に立ち会えて。ね、はい。ただ、レギュラー一本もねっていう。レギュラー誰もくれねえっていうね。フラットにね、フラットに行くのがいいじゃないですか。まあまあね、はい、そうですね。楽しく、ね、楽しくやりましょう。そうですね。ナイツも多分聞いてると思いますけど、うん、本当に楽しくね、夏休み過ごしてもらえるように。そうですね。忙しい日々を過ごしてますから。今日は3時半までかな。はい。楽しくやっていきたいと思いますけども。お願いします。はい。野呂ちゃんは何やってたの、最近は。最近ですか、うんうん、うわぁ、最近何やって、ノラは本当に、この間でも一昨日ですね、うん、一昨日フジテレビで収録がありまして、はいはい、で、その帰りに、ちょっと娘と旦那さんを呼んで、うんうん、はい、冒険をちょっと頼む。冒険を行ったの？冒険を行って。冒険を行ってたの？初めての冒険をちょっと行ってみようと思って。はいはい。まあ、激混みで、うん、もうなんか食事するのも、うん、もう全部のお店が20人以上並んで、はいはい、並んでて、うん、ちょっと食べるの待てないと思って、食べるのやめて、うん、スポッチャ行って。ああ、はい、はい、あるね、あるね。ありますよね。あるあるある。スポッチャ行って、もうスポッチャの中で、うん、もうお腹好きなドリンクバーでなんとかお腹満たしながら、うん、娘たちと3人で楽しく遊んでましたけど。そんな混んでんの？冒険王。冒険王めちゃくちゃ混んでました。めちゃくちゃ混んでんだ。なんかやっぱいろいろ重なってましたね。土曜日多分、その、アイドルのイベントとかもあって、ね、とか、ね、うん、あと、海外からのお客様とかね。あ、そういう人も来てたんだ。すごい来てました。あと、夏休み、家族連れとか。うん、はいはい。まあ、すごかったです。やっぱり行くんだね、今、冒険。ね、行くんですよ、皆さん。行くんだね。行くの。フジテレビは俺お世話になってるけど、すぐ帰っちゃうじゃん。なんか、フジテレビの下は、すげえ混んでるの知ってんのよ。はい。でも、その、裏手のメインの方。はい。が混んでるかどうかいつもわからないままさ、はい、行ったり来たりしてるから。すごいかったですよ。あ、そう。はい。やっぱ混むんだ、やっぱり。混んでましたね、ちょっと。昔ね、冒険王が始まったぐらいの時期よ。はい。まだ、俺もコンビの時でまだ若手の時に。はい。もうその時にね、いろいろ、ほら、若手ってさ、はい、なんか、はじめそういう仕事もらうじゃん、冒険王の、はい、なんか、ね、宣伝大使みたいな。はい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 。あるよね。あります。もうこれも時効だからいいと思いますけど、はい、もう大変な仕事が2つあって、はい、2、3年やらせてもらったんですよ。はい。はじめ初年度だったかな。なんかね、プロレスの団体も入ってましたわ、当時。はで、ここでプロレスもやるみたいな。はい。で、そこで、我々カンニングという若手のコンビと、まあ、はい、若手っても32、3だったと思うけど、うんうん、コンビと、そのプロレスラーさんとバトルするのね、はい、宣伝番組で。はい、で、初めほら昔のキャラだから同じよ、二人でさ、あんだこんなこのプロレスラーこらーとか言いながら、はい、怒鳴って乱入するっていう。はい、何だお前らーとか言われるじゃん、はい、で、メインのスターが、何だお前らーとか言って、戦わせろよ俺らもよーみたいな。はい、よくわかんない構図。なんで戦わなきゃいけないんだっていう。フレーズが。戦わせろよーとか、冒険をやんだろそしたらカンニングと戦うべきだろみたいな、わけのわかんない。いいですね。因縁つけて。はい。ただそのメインの人が戦うわけにはいかないから、練習生よ。うん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 、当時の。はい。お前らなんだこのやる気かこのやるなって、はい、俺がお前出る幕でもねえだろっつって、はい、うちの練習生でお前十分だよっつって、いいっすね、で練習生上がってくんのよ、はい、だ練習生テレビも全然慣れてないじゃん、はい、俺たち竹山中島ど素人なのに、はい、半分本気になっちゃって中島のこと思いっきりバーンラリアとして骨折れたんですそれをやっぱ俺たち偉いね、もうほら芸人が怪我した時は絶対墓場まで持っていくだから、ずーっと二人で黙って黙って。ずーっとやってたんですよ。そういうも痛いとか言わずにやり。もう二人で。僕が折れたんですよ。中島が折れたんだけど。もうこれはだんまりだっつって。あいつはそれで骨が折れたまま死んでいきました。後に、ね。つかずに。あいつは本当に墓場まで持ってったからね。本当ですね。今俺が言っちゃったけど。なんで言っちゃったんですか。結局言っちゃったんです。すごい。で、それがあって、その楽しかったのよ、はい。で、その翌年かなんかで、これも大変だったのよ。いい経験だったけど。はい。ウォーターボーイズ流行ってたじゃん。はいはい、流行ってましたね。シンクロ。ドラマとか、映画とか、はい。あれのウォーターボーイズ、ウォーターボーイブースができたの。プールがあったの。ほんで、本当にウォーターボーイショーが行われてたのよ。へぇー。なんか若い役者の人とかそういうのが一応練習してるのかな、はいはいはい。で、そこで、我々カンニングもウォーターボーイズ、はい、ボーイズと一緒に、もう面白いですね。生放送でショーをやる。まあ、もう面白い。はい。これ1ヶ月よ。ええー、嘘 !1 ヶ月前から。だからずーっとカメラ回ってる、ドキュメンタリー撮って、本番に向けて、本番はね、土曜日の昼間かなんかの生放送。生放送、はい、そう、宣伝番組で、はい。それに向けてさ、もう本当に稽古してさ、
毎日あそこのお台場のその冒険王のプール行ってさ、はい、シンクロ習ってさ、はい、もうず1分半ぐらい潜っていか潜っとかなきゃいけないシーンもあるわけ。すごいですね。で潜った時手をなんかこうこれ なんて言えばいいか、魚みたいに、はいはい、ひらひらさせてね、横にさ、はい、左右にこうやってぐーっと潜ってたりとか、はい、あとで当時のディレクターの家行って、はい、息止めの練習とかさ。なんでディレクターの家行かないんですか。ディレクターの家で風呂行って、なんかずっと風呂の中一人ずつ潜って息止めの練習とか。なんで来てほしい、逆に自分の家に。いや、なんで行かなきゃいけない。真剣にやってたのよ。真剣に。であとそれも二人でやるんじゃないから、ウォーターボーイズの人とみんなでやるから、はい、だからリフトとかあるじゃん。ありますね。上がったりとか。で下で泳いで、で下で下で上行ってくださいみたいなとこフォーメーション覚えてさ、でバーって笑顔で上がるとか。はいはい、すごいプレッシャー、めちゃくちゃ人気でしたもんね。めちゃくちゃ人気。それを生放送でやる、うん、俺らの当時といっても当時もやっぱりこうテレビで誰で出た、出たばっかりもうちょっとまだ売れたいからさ、うんうんうん、こっちも一生懸命頑張るじゃん、はい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 、1ヶ月、はい、もう本当にねもう血と涙だったら言い過ぎですけど本当にもう涙流しながら、ね、飲み行きたいのに仕事終わったら夜またプール行くプール行って泳ぐ、そこの冒険のプールが使えなかったらどっかスタッフの人がどっか使えるプール探してくれる、そこ行ってまた2人で自主練習する、いやー1ヶ月。1ヶ月。カンニングのウォーターボーイ。はい、で、いよいよ来ましたよ。はい、本番の土曜日。はい、もう生放送。うわぁ、すごい。関東中央台風直撃。小中止。いいぞー、小中止です。昼間、台風直撃です。ほんで、結局、でも放送はやめるわけにはいかないから。はい、放送は、小池栄子さんとか、はい、ちゃんとか、あの辺とかと、残念でしたねって座ってトーク。でそっから二度とやることもなく、じゃあ一度もお披露目されず、お披露目されず、確かされてないと思う、 VTR かなんか流れたのかな、でもお披露目されず、もうプール危険だから入っちゃダメだって言われて、危険だから台風だからプール入るのさえ許さないっていう、危険だからっつって台風だから散々入ってきたのに。そうですね。そういうことあるんですね。持ってる、ね、持ってますね。僕にとってのだから冒険はその時終わりましたね。わうん、それが一番思い出かな。やっぱウォーターボーイズ一生懸命頑張ってたから。うん、それを今でも思い出しますよね。わあ、すごい。一生話せるな、うん。いや、でもありがたいですよ。そうやっていろんなチャンスをいただけるっていうのは。はい、そうですね。そう。ノラちゃんのあのダンスなんかもさ、はい、バブリーダンスだから人生変わったでしょ人生変わったっていうかもう、必死でしたよね、あの頃。まさにでもそういう感じでしょうね、きっと。はい、はい。ちょうどね、テレビで出して売れ出して、1、2年の時でしょ、あれ。そうですね。あれ、ね、もう、よくやってましたね。もう踊れないですよ。あ、今踊れない、今。踊れないです、踊れないです。だから、皆さん、だから、あれが踊れると思って、発注してくるんで、うん、びっくりしますよね、ほんと。今も。今も。踊れると思う。スローモーションで。全く無理。あの、当時、あそこのさ、学校の子たちと踊ってたじゃん。踊ってました、踊ってました。めちゃくちゃかっこよかったじゃん、あれなんか。面白いし、かっこいいしって。そうですね。だから、私、初めてあの時に、必死でやったことが、どうして笑いに、なんでみんなの VTR 見て笑ってるんだろうっていうのを、すごい不思議で。だから笑い、一生懸命やってることが笑いになるって、はい、初めて、こう体験したことだったんですよ。はあ、はあ、それってやっぱり、うん、なんか自分で考えてきたフレーズだとか、はあ、ネタだとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、本当に必死の中の、はい、顔だったりとか、うん、でも自分は必死なんですよ。はいはい、もちろん、ね。笑わせようなと思ってないんですよ。うん、でもすっごい笑ってもらったんですよね。たけしさんは泣いてたんですよ、後半。はいはい。俺多分一緒の番組だよ。あ、そうです。いらっしゃいましたよね。テレ朝でしょ、あれ。そうです、そうです。テレ朝の特番だよね、定期的だったね。そうです。そうだ、そうだ。なぜみんなが笑ってるのか不思議で、うん、でもそういうことなんだなと思って、うん、すごくいい、芸人としてすごくいい、ことを知れましたね。あれでもちょっと、一時代ちょっとあれあれで作ったよね。それもう本当に自分には言いたくないけど、そうですね、完全に。いや、あれそうよ。バブリーダンスって、ほら、あの高校生たちのダンス部の人たちもやってたけども、はい。確かやってたよね、そもそもね。あ、そうですね、それは。そうだよね。私をなんかコラージュしていただいて。そうだよね。平野ノラというタレントが芸人が生まれて、それを見て、はい、面白いからバブリーダンスやって、はい、じゃあそれだったら本物と一緒にコラボしてみたらどうかっていう企画だ。そうです、そうです、そうです。で、そしたら もっと有名になったって。そうです。で、それ、そうですね、なんか特番で、うん、そのスタッフさんが、もう偉い人の方が、うん、はい、大丈夫かみたいな感じで途中、うん、あったんですよ。なんか結構不安がってる上の人があって、うん、これ大丈夫、これ企画自体があって、はい、そういうのも聞いてたんで、ちくしょ、絶対やってやるみたいなのも入ってて、私の中で、見てろよみたいな、だから絶対的にもう完璧に、成功させようっていうのがすんごい、まだほらこう出てバンって出てない、はいはいはい、できるまでのだったんで、はいはい、
もうなんかすごい不安がって、偉い人が不安がってるっていうのを事前に聞いてたんで、うん、それも力に変えて、うん、もうだからすっごいオンエアすごい良かったんですよ、ね、よかったオンエアすげえ良かった、俺も感動したもん、スタジオで見てて。そうですよね、だからもうあの偉い人の腰の曲げ方が全然違いましたもん、ありがとうございましたどれくらいやったのあれですよ。あれはでも時間がなくて本当に忙しい時期だったんで、本当に2週間くらいでした。あ、でも2週間であれ覚えたんだ。覚えましたね。動画見て、もう移動中も見て、うん、もう隙間でもう覚えましたね。で、現地も行かなきゃいけないでしょ。現地も行ってました。東京の子じゃないもんね。東京の関西かなんか。関西です。大阪です。はい。現地にも行って。うん。そうですね。寝ずにやってましたね。あ、そう。うん。そういう情熱がなくなってくるよね。まあ、ちょっとね。あれ、でも追い込まれ方がもうまず違うじゃないですか。そうなのよ。まず、未知。もうこれ取んないと次ないみたいな感じじゃないですか。はい。はいはい、分かって。だし、うんうん、もうここ決めないとみたいな、うん、だからね、なんかそういうのがこう、はい、大人になると、はい、もうだんだんないというか、ほぼ怒る人もいなくなるじゃないですか。でちょっと逆に、ノラちゃんとかも最近気を使われる人になってきてるでしょ。いや、だから、だいぶおばちゃんになってきて。だから何者みたいな。どの位置みたいな。何も、なんかね。うん、なんかそういうとこあります。あるよね。はい。自分ももう怒らなくなってきましたし、腹も立たなくなってきちゃって。それがある、それがある。ありますね。そう。で、なんかこう、みんなが気使ってるのがわかるっていうか。わかります。うん。あの、みんな、スタッフとかもみんな年下になってきてるから。はい。ちょっと偉い気使われてるっていう。わかります。もう何もやってないのに老害と思われてるっていう。わかります。だから、そうなんです。それがあるよね。あります。私なんてあれですよ。あの、31で芸人やってるので、うん、先輩、後輩が先輩だったりするんですよ。はいはい、はい。だからもっと気使うみたいな。ああ。はい。もう本当どうしましょう。それ本当にね、そういうこの、なんていうの、ギラギラしたものがなくなってる年代になってきてるんですよ。なってきてますね。多分俺たちだけではなくてもね。いろんなものを経験してますからね。いや、そうなんだよ。大したことじゃもうビビんなくなってきてるもんね。そうですね。そう。あとそんなに、俺なんかキレキャラってやってきたのに、そんなに怒らないっていう。優しい懐優しい。この間そんなこと取材で言ってないのに、あの、フライデーさんにこの間、あの、本の取材も含め、あの、インタビューしてもらったんですよ。で、フライデー楽しみにこう見てたら、もう切れることをやめたって書いてあった。俺やめたって言ってないんだけど、と思って。断言されて。そう。もういいですねって。いや、そんなこと言ってないんだけど、って記事になってて。ああ、でも、切れ毛って、竹間さん、もう、竹間さんが切れ毛を作ったっていう感じですよね。もういや、それ言われてるけど、その前からちょっとあったら、はい、泉谷茂さんなんかもだって。え？もうずっと切れてらっしゃるんじゃないですか？いや、見ててやっぱ面白かったし。ああ。あとあれよ、実はこれあんまり話したことないけど、はい、ヒントになったものはいくつかあるわけ。自分の中でね、一般の人とか、例えばその夜中、新宿から当時高円寺あたり住んでてさ、はい、新宿で飲んでてさ、終電あたりで、はい、中央線で帰るとさ、はい、今もたまにいるけどさ、たった一人で切れてるおじさんいるじゃん。いますね。ああいう人大好きで、必ず見に行ってたのよ。隣の車両ぐらいで、あんだこの野郎バカ野郎とか人がいたら、はい、面白くてすぐ隣の車両行って、そういうおじさんに喋りかけるの好きだと。お父さんなんで怒ってんのって。なんで怒ってんの？そういうの好きなのよ。で、あと、高円寺の駅はね、よく喧嘩してたわ、駅の下で。高円寺、はいはい。おじさんと若者とかが。はいはい、してましたね。そこにさ、うん、仲裁犯の好きなのよ。どうしたどうしたどうしたつって、なんだお前このやる、いや、俺何にもないけど、うん、一回どうしたか話聞かせてよとか言いながら。話聞かせてよって。で、そういうのがちょっと好きな人で、そういうおじさんが面白いなとずっと思ってたのが一つヒントになったりとか、あとはそれこそ、俺21ぐらいの時はさ、ノラちゃんと同じ事務所にいたわけ。そうですよ。そう。で、そこでさ、言ったら、太蔵さんとかさ、はい、堀内さんとか、淳さんとか、お世話になって、もう、すごく遊んでた。うん。もういつもよく遊んでたのね。はい。その時に、原田さんが、はい、で、太蔵さんね。はい。原田さんが飲んでる時とかね、急にね、ねえ、竹こうだよ、こうだよ。いや、お前がなんとかなんとかなんとか、いや、剣やめろって、やめろって、剣。やろっちゃったわって、いうのギャグでやるのよ。はい。はい、それが面白くて、いつも笑ってたのがあって、はい。はい、で、俺後輩だけど見てて、はい。ああ、原田さんのあの切れ方面白かったなぁとか、あ、急に切れるって笑うんだなぁとか。だからそういうのを、こうちょっと学ん、ちょっとずつ学んでったりとか、したんですよ。それがでもすごく合ってますよね。うん、ご自身の見た目とか、声の大きさとか、うん、声色とか、そういうのが合ってますよね。そう、やっぱりね、自分にないものをやろうとすると、はい、これで合わないのよ。芸って本当にそうじゃん。本当にそうですね。絶対そうでしょ。絶対そうです。ピン芸人なんかまさにそうです。うんうん、誰か否定するツッコミとかいないんで、はいはい、初めからもう、もう真逆に間違ったことはしないで出ないと、
ちょっと難しいですよね。小さい時から自分の持ってるものとか、学生時代これで遊んでたとか、はい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 、その真似してとか。そうですね。あとやりそうだなっていう感じのこととかね。はいはい。見た目とかね。そうなんです。大事ですよね。それじゃないとやっぱり人はね、なんか合わないんですよね。合わないですね。切れ毛なんか特にそうでさ、はい、たまーにドラマ見るとさ、今だいぶ少なくなったけど、ヤンキーもんのドラマみたいなのあるじゃん。はい。そしたらもう絶対にこいつ悪くなかったろうなって女優さんがさ、はい、お前ふざけんじゃないよっていうさ、ありますセリフだけいやきつい言葉になってる時に、ありますふざけんじゃないお前たくよ足りんだよっていう、はい、お前の言い方が足りんだよって思う、使ったことないんだろうな、使ったことないんだろうってあるじゃん、うんうんうん、あります、あれなっちゃうとだからやっぱこうリアリティがね、リアリティね、逆に言うと女優さんとか足りんだよって会ってる人は、はい、多分使ってたのよ、そう本当そうですね。そう。プライベートで使ってた可能性あるのよ。そうですよね。そういうの大事ですよね。今そういうのが一個一個大事だと思いますよ。で、それでやっぱりいろいろ切れなくなったって話になるとね。はい。俺現場でいつ切れたんだろうって、この間ちょっと考えた時あって。はい。意外とスタッフの人は俺が現場ですぐブチ切れると思ってる人いるらしいんだけど。はい、はい。いや、もう知ってる人はそんなことないって知ってる。うんうんうん。で、俺そんなに本当に現場でブチ切れたことないんだけど、一回で本当に切れたことあって。これはもう、のらちゃん、聞いて、俺の話。俺悪くないから。はい。はい、お、はい。もう今からね、遡ること、15年か20年前ぐらいなんじゃないかな、はい。全然知らない、渋谷の方の局の番組に呼ばれたのね。はい。ロケなのよ。はい。で、何のロケかっていうと、切れる人をすぐ穏やかにするシステムを、はい。ここの会社が考えましたと。ああ、なるほど、なるほど。はい。だから、はい、その検証をしたいと、うん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 、で呼ばれたわけ、はい、で呼ばれたらディレクターがまずさ、はい、本気で俺に話してきたわけ、はい、竹野さん今日も切れてますかおいおい切れてませんけどいやいや竹山さんって切れ毛でしょ切れてるでしょ切れてるでしょ、いや俺普段から切れてないからねえおかしいですよ、いや竹山さん常に怒ってるから呼んだんですけど、え常にいや今日別に仕事だから、うん、何をするわけ、いやいやそんな切れてなかったらまずいなそんな切れてると思って呼んだのにその言い方おかしいじゃん、毎秒切れてるみたいな、いやいやだから何をやるか言ってくださいよ、うんうん、だってその言い方おかしいじゃないですか、うん、いや今日は竹山さんがいつもぶち切れてるから、はい、それを直してやろうと思ってこの、ね、現場に来てもらったんですよ、その言い方もおかしいし、はい、で何があんのって何をやればいいのって今あそこの部屋行ったらこの会社の人があそこの大会議室で会議してますと、はい、そこにまず切れて入ってくださいって言うわけいやいやだから、ね、何の理由で切れて入るのと一般の会社でタレントが芸人がいきなり来て、うん、わーいってさ、これ犯罪じゃんって自分から言ってんのに、そう自分から言ってんのにさ何の理由で怒るの、本当です、ね、いや理由もなく切れられるでしょ、いや、いや切れられるじゃなくて怒ってる理由はいるよねと、知り合いでもないのにと。怖いよ。ああ、そしたらもうどうしようかなって言ったら、なんで呼んだんだよとかで切れるつって。何そんな、本当にそんな言い方するんですか、そうそう、なんで呼んだんだよとか、俺がね、なん、はい、で呼んだんだよお前らとか、はい、俺呼びつけじゃないよとか言ってなんかドア開けようかつって、はい、もうその理由も成立しないよって俺出てきたんで。あ、じゃあいいっす、それじゃあ入ってください。じゃ竹山さん、むどんどん怒ってください。はい。そしたら、まず、自然とですよ。自然と、照明の色がブワッて変わってきて、もう竹山さん怒れば怒るほど自然とリラックスしてきます。で、いや、その何人ぐらい会議に乗った ?10 人ぐらいいますか、うん、?10 人の誰ターゲットで怒りゃいいのって、一番偉い人誰ったら、うん、円卓の回って一番奥に社長がいますと、はいはい。もうその人が開発した人ですから、はい、もうその人に向かってじゃあ怒ったらいいじゃないですか。はい、あ、じゃあ分かった、ドア開けてなんで俺のこと呼んでねえんだよ、つって、はい、電卓ぐるっと回って奥の社長のとこ行って、うん、お前が呼んだのかと怒るわと、うん、面出してる、うん、でそこでわーってやりますから、はい、だからもう怒れば怒るほど照明が変わって怒りたくても怒れなくなってきますと、ね、ほんでそれだけじゃないですと、はい、ただあと煙がパーッと出てきて、はい、ですごいこうリラックスする匂いアロマ的な、おそれがふわーっと香り出しますと、はい、もうそうなった時にはもう本当に自然と竹山さんは優しくなりますと自然と。だからもう本当心のままにやってください、はい。やってください。はい。で、最後ね、なんか、なんだったかな、なんかこう、窓が開くかなんかなのよ。で、窓が開いて、その時にはもうみんなと肩組むぐらいの優しい気持ちになるシステムを作りましたから、だからそれを本気で言ってもらって結構です。
分かった分かったっつって、いやじゃあやりますよっつって、はい、でカメラ回ってまず会議室どん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 ノックして自分でバーンって開けたら10人ぐらいが会議してたよ、はい、そこに約束通り、はい、誰が俺呼んだだーっていう第一声言うよね、はい、誰が呼んだだー、怒ってる怒ってる、お前らが呼んだだーって言ったら、はい、言っても社員さんさ、はい、普通コントもやるんで普通の社員さんじゃん、はい、その一斉にめちゃくちゃ引いたのよ、でみんな下向いて、やばいやばい、これじゃこれじゃやばい、社長社長、あ奥だあいつだと思って、で怒りたいってお前が呼んだのかお前社長、なんで俺を呼ぶんだってな、社長ずっと下向いてさ、明かり明かり明かりが明かりが来るはずだったらね、明かりがなんかね、ほのかなオレンジ色にちょっと変わったのよ、うわっと思って、うわこれじゃダメだ、これじゃ気がリラックスできない、これは無理だ、煙だ、煙探せ煙って言ったら、煙がずっとね、5メートルぐらいずっと向こうのね、はい、ポットみたいなのがあって、そっから煙がね、プシュッ、プシュッって出て、アロマ的な。でも、あ、これはもうでもダメ、やんなきゃいけないと思って、あれなんかいい匂いがしてきた、いい匂いがしてきた、あれ怒れない、怒れないって言ったら窓がウィーって開いて、うん、綺麗な景色、なんでこれこんなに怒ってたんだろう、なんか皆さん、すいませんでしたって帰るの。で、帰った瞬間に、アイカット出た時にそれディレクターに、やらせじゃねえかよつって。こんなやらせ流すのかこれはつって。ふざけんじゃねえよつって、これ本当に怒っちゃって。で、オンエアすんじゃねえこんなの、やらせじゃねえかよつって。っていう揉め事があったね、昔。うわー。はい、それ懐かしいですね。あの人も顔も覚えてないけど、そういうことが切れ毛やってるとあったというね。本当に切れたんですね、最後。本当に切れた。もう本当にそれぐらいしかない。このもう20年ちょっとテレビでやらせてもらってますけど、本当に切れたのはそこだけ。それは、俺は大義名分あるでしょ？それやらせじゃんっていう。そうですよね。だから、そういうやらせだったら先に言ってくれと。うん、そういうふうにやるからと。うん、乗ってくださいっていうのは、そうですよね。本気で言ってきたから。うーん、切れてる竹山さんはこれでどうにかなりますからって。どうにかならない。会社の人も本当に沈めようっていう風に開発してる感じ。うん。で、要はその機械はちょっとリラックス効果だよね。で、切れ毛を沈めじゃないのよ。人間のリラックス効果を与えるやつだったけど、はい、やっぱり本当の俺が出てきて本当にうわーって怒り出すと、そんな人世の中いないから、みんなが怖くてずっと下向くて、女性社員なんか震えてたんだから。うわー、トラウマ。トラウマ。話してくれよ、ちゃんと向こうにっていうのはありましたよ。ありますね。話してください案件ですね。まあでもそんなんで、なんかでもゆったりして、もう行く年だからゆったり行きましょうよ。人生を楽しむと。よかったです。じゃあ、ま、最近は、じゃあ、穏やかな。最近は穏やかですよ。いや、今日も朝いろいろ言ったっていう、会社でいろいろ言ったっても、それもちゃんとした前向きな話をみんなで。なるほど。しようっていう話をしただけですから。はい。ということですね。はい。福岡行ったの？野良ちゃんは。あ、福岡行きましたね。我がふるさと行ってくれたの？はい。ちょっと福岡行ってきました。あ、テレキューのね。テレキューの。いいですね、あの番組ね。2万4000円の明太子いただきまして、うん、クリア。クリアしましてね、ロケの。うん。超、すごいですね。なんかこう、初めて食べましたね。出汁が効いてるっていうんですかね。そのタイプの明太子、ちょっと初めていただきましたけど、やっぱりいろいろありますね、明太子も。あるある。ひいきの店あるから、俺は柳橋連合市場にある原口商店ってところ。原口商店。そこはうまいよ。へぇー。そこうまい。そこのね、明太子もうまいしね。ゆずいか明太ってやつもめっちゃうまいしね。もう結局ゆずっていうとこありますよね、最後ね。それもね、それもありますね。ありますね。福岡うまいものだらけですからね。はい。はい。余計な話しましたけども。始めますか、そろそろ始めましょうかね。はい。はい、行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it.Are you ready? The Radio Show! さあ、ラジオショー、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、本日はですね、すごいゲストの方がいらっしゃいます。うん、はい、電気グルーヴのピエール滝さんでございます。滝さんがちょいちょい飲んだりね、あ、そうですか、なんかするんですけども、うんうん、なんかこれもね、私カンニング竹山とピエール滝さんがこの時間にね、なんかこの、こう有楽町ので喋っているというとね、あれ皆さん、周波数ちょっと変わってしまったのかと思っちゃう方もいるかもしれませんが、はい、こちらはですね FM93 ですね、 AM1242 の日本放送でございます、はい、特に LF なんて言われております、はい、
こちらでやっておりますよ、そして日替わりで、募集しておりますメールテーマは今日はこちらです。ちょっと聞いてよ竹山さん、俺の話を聞け。今日は竹山さんに言いたいことを大募集ということで、はい、カンニング竹山さんに切ってもらいたいこと、うん、今心の中でモヤモヤしている不満や愚痴を吐き出してもらって大歓迎です、うん、ナイツの2人には言えないことも竹山さんになら言えるという人もいると思うんでね、うん、はい、で電話番号も添えてもらえると、うん、ラジオで直接なんと竹山さんと話ができるかもしれません、うん、はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com です。生まれた方には全員さらに抽選で5名にラジオショーステッカーをプレゼントします。ツイッターは改め X は、うん、ハッシュタグカンニング竹山ラジオショーです。はい、よろしくお願いします。ちょっと心痛いところありますけどね、ちょっと別のこの間まで別の曲でやってた私が今ここで一方放送で喋ってるのもありますし、はい、あと電話をつなぐっていうのは今 NHK で今切り電話ってやってるからね、面白いですね。全部ガッチャコでもらっちゃってんじゃねえかっていう、そのスタイルでいきましょう。いや、行きましょう、はい、本当に赤坂と渋谷のスタッフの皆さんどうもすいません、すいません、今日だけ借ります企画をすいません。さあでは参りましょう、カンニング竹山ザラジオショー、この後3時30分まで生放送です。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファードリンク、指定医薬部外品です。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、圏央鶴ヶ島インター付近にトラックが故障して止まっているため坂戸インターまで10キロ渋滞しています。このほか内回りは東京都の八王子城跡トンネルで5キロと、海老名ジャンクションでも5キロの渋滞です。高速道路は東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは浦和インター付近で大型トラックなど車4台の事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで13キロの渋滞です。
日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃にお届けします。日本放送ラジオリビングおすすめ、銀座梅林のカツ丼の具。名店の味を手軽にご自宅で、8食入りで税込4400円。銀座梅林のカツ丼の具。お申し込み、お届け、返品については0120-1242-86 までどうぞ。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと、手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。ショーアップナイタートゥデイ、プロ野球の最新情報、そしてショーアップナイターの聞きどころをご紹介いたします。月曜日にお話を伺うのは里崎智也さんです。里崎さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。里崎さん、甲子園今始まってますけど、はい、ちょっとプロ野球の話ちょっと置いといて、うん、さあ高校野球始まりましたけど、これ炎天下じゃないですか。はいね、これ球児たちが大変だという声にも里崎さんはYouTube で黙れと一括と、まあ問題ないと思いますけどね。それらアルプススタンドの応援の方が大変なんだよとおっしゃってるんですけど、はい、どうですかこの炎天下の中の甲子園。いや、僕は全く問題ないと思いますけどね。だからその高野連も主催の朝日新聞もまあいろいろ対策を練って、ね、はい、昔だったら15回18回延長延々やってましたけど、はいはい、今回も開幕戦行われましたけど、もう10回になった瞬間にタイブレークをしてピッチャーの球数制限とともない長く試合を続けることも対策してますし、今後ね、5回終わったらクールタイムでしたっけ、はいはい、ね、そういったところも取って対策を練っていろいろやってるわけですから。しかも昔の甲子園に比べたらね、ベンチの中にはクーラーある、はい、で昔に比べるとね、昔なんて梅干し蜂蜜レモンで食べとけとか言ってたところがね今なんてもうクエン酸などいろんなサプリメントも含め、うん、で体を冷やす器具もね、昔なんてタオル氷水に入れてそれ絞ったやつかけとけみたいな感じでしたけど、はいはい、いろんなものも改善されて対策練ってやってるわけですよ、うん。でしかもね、よく皆さんアスリートファーストとかって言いますけども、はいはい、高校野球球児に50人にアンケートしたところ、うん、94% が甲子園でやりたい、続けたいって言ってるわけですよね、はいはい、でドームでやりたい 0% なんですよ、うんうん、そういったところでもアスリートファーストで言えば高校球児が望んでることを周りの大人がサポートしてどう実現していくかっていうところを考えるわけじゃないですか、うんうん、でしかもね、この甲子園の時期になるとやれ甲子園ねとかなんとかかんとか騒ぎ出すんですけども、はいはい、同じ時期にやってるインターハイのこと全く何も言わないんですよ。そうね、そうですね、いろんな競技やってますからね。7日で6日間やってるんですよ、はいはい、でしかもテニスとか含めると今年も北海道で行われてますけど、うん、熱中症とか熱中症疑いで緊急搬送された選手たちもいるんですよね。うん、っていうところは1ミリも何の発言もしないで、はい、なぜか甲子園だけ発言しだすっていう、なんか自分の存在意義を世の中に認めたいのか自分の発言力を保ちたいのかアピールしたいのかわからないんですけど、はいはい、なぜか他の競技には一切何も言わないで甲子園だけ目の敵にして言うって、うん、その心情が全くわからないのと、あともっと言えばあなたの町の少年野球大会、中学生の野球大会、同じ時刻同じ時期に町の野球場で試合やってますけど、そちらは大丈夫なんですか。そうですね、里崎さん、はい、今日はちょっと論が激しいですね。でも分かります、すげえ分かる。昨日甲子園見てると、やっぱ甲子園高校球児たちのあの顔見てくれと、はい、こんなみんな素晴らしい顔でやってんじゃねえかと、はい、思いましたもんね。だからそれを実現するために大人たちがいろんなことを工夫しながら対策しながら、うん、試合時間も含めてどうすることが一番実現できるのかを考えることが一番望ましくて、はい、
やれドームだとかなんとかかんとかじゃないんですよ、うん、そうですね、うんうんうん、これちょっとまた笹崎さんどっかでそれもう一回思いっきり話していきましょう。それは1時間番組でいいですかね。1時間ちょっと長いです。はい、ということです。はい、はい、さあ今日ははい、ショーアップナイター明日は東京ドームから巨人対阪神戦を解説、井端弘和さん、実況は新井川裕二さん、裕二アナの新井場コンビで試合終了までお伝えします。はい、今日は休みで明日ですね、ショーアップナイターは明日東京ドームから巨人対阪神戦をお送りいたします。里崎さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？皆さん工場と聞いてアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、また医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。さらに工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。そんなにですか？すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認はとても大事ですよ。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送節電一口メモ。冷蔵庫は扉の開け閉めが多いと冷気が逃げ、消費電力量が増えてしまいます。冷蔵庫内の温度を一定に保ち、余分なエネルギー消費を避けましょう。無理のない範囲でできる限りの節電を心がけてください。続いてはこちら、歌詞ツッコミコーナー。歌詞ツッコミはもともとナイツの漫才ネタの一つ。このコーナーはいつも花輪さんがこうツッコミをしていますが、はい、今日は私と竹山さんでやってみたいと思います、はいはいはい、どんなコーナーか竹山さんちょっとわからないかもしれない、はいはい、まず分かりますかこの、まあ、ナイツのこのラジオで前も喋りましたけど、はい、このナイツのこの歌詞にツッコむこれを見て、はい、僕はあの竹村豪というユニットを組んで人間失策という作品を作ったんですよ。あ、そこからなんですか。これがもっとこう本当の音楽でかっこよくできねえかなっつってずっと作り出した。そうなんだ。からこれナイツのこれがね基本なのよ。あ、そうですか。ルーツ。はいはいはい。素晴らしいですね。でもあのこのコーナーちょっとやったことないんですよ。そうですね。ちょっとノラちゃん。あ、はい。私もちょっと初めてだね。ちょっとドキドキしますけど、ね、いいですか。はい、はいはい、それではいきます。ラジオネーム、コニタくんさんです。西田敏行さんで、もしもピアノが弾けた。俺番組の関係まで俺は西田さんのトシさんって呼ぶんだけど、はい、でちょいちょい飲んだりするんですよ。そうなんですね。でこれ生歌も聞いたことあるんだよ。カラオケで生歌すごい。実際にトシさんがこれ歌い出すとみんなポカーンとする本物だからすごいんでしょうね。こんなお前文才ねえよなんか言えるわけねえだろ。ひでえわ。ひどいですね。ひでえ。ちょっとドキドキしちゃったわ。いやーすごい。いや、じゃあこれ行きましょうか。はい、お願いします。私はこういうコーナーね、はい、では私行きましょう。千葉県習志野市の塩ラーメン中森さんです。田中誠二さんでビューティフルサンデー。今日月曜ね。めっちゃ暑いんだよ。いや、ウィークデーだよ。一番テンションが上がらない月曜なんだよ。仕事あるから無理。そんな気分じゃねえわ。だからウィークデーだって言ってんだろうがよ。うるせえなお前よ。息切れしてんじゃねえかお前。大丈夫か。素晴らしい。噛みすぎだろうよ。落ち着けよ。だだだってアントニオ猪木かよ。最後歌詞適当だなお前。最後歌詞適当。なるほどね。なんか
会話してるみたいですよ、ほんとね。そうだね。意外とでもこれ、このツッコミあったよね。ありましたね。確かにね、なんか無理やり文句言ってんじゃなくて、ちょっと言いたくなるもんね。最後適当だなって言いたくなるよね。確かに。確かに、ね。ああ、面白い。さあ、引き続きたくさんの歌詞ツッコミをお待ちしています。rs@1242.com までお聞きください。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように、一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナープラスト。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずは、あなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。ここでハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん。はい、こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜は今33度、今日も暑いですが、ひまわりの花を見るとエネルギーをもらえる気がします。55万本のひまわりが咲き誇る座間のひまわり祭り、8月11日金曜日から8月14日月曜日まで行われます。午前9時半から午後5時まで、入場は無料です。期間中は小田急の総武台前駅から会場まで直行バスも出ています。座間会場では黄色一色、一面に広がるひまわりが見られ圧巻です。展望台が用意されているので上からどうぞご覧ください。写真撮影スポットもあります。またそこから歩いていける四ツ谷会場では、今度は色とりどりのひまわりが植えられています。例えばハイブリッドサンフラワー、オレンジサンリッチなど、今までとは違う色とりどりの素敵な写真撮影をしてください。その他、祭り本部付近ではひまわりの切り花、農産物、ザマリングッズなどの販売、12日と13日はアユのつかみ取りもやっています。
少しずつ広がって今や55万本にもなったザマのひまわり、夏の思い出にどうぞひまわりお楽しみください。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けしました。久米さん、ありがとうございました。はい、カンニング竹山です。はい、どうもこんにちは。こんにちは。久米さん、今日テーマがちょっと聞いてよ竹山なんですが、私竹山に久米さん聞きたいことなんかありますか？聞きたいことですか？はい、うん、夏になると食べたいものは何でしょうか？久米さん、はい、そういうことじゃなかったですか？うん、ごめんなさい、ノーコメントです。はい、久米さん、ありがとうございました。そうめんです。ありがとうございました。失礼いたします。今年の夏はチューブと熱く盛り上がろう。チューブライブアラウンドスペシャル2023、8月26日土曜日、横浜スタジアム。チケットは好評発売中。お問い合わせは045-671-9911、共同横浜まで。時刻は1時51分になりました。日本放送ニュースニュースデスク、遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。東京電力福島第一原子力発電所の処理水をめぐり、政府が今月下旬から来月前半の期間に海洋放出を開始する方向で検討していることが分かりました。これは政府関係者が今日明らかにしたものです。政府関係者によりますと、海洋放出の開始時期については今月18日にアメリカで予定されている日米韓首脳会談から岸田総理大臣が帰国した後に関係閣僚会議を開催して方針を決める段取りを想定しているということです。一方、松野官房長官は今日午前行われた記者会見で、具体的な放出開始などは現時点で何ら決まっていないと述べました。具体的な放出時期は現時点で具体的な時期やプロセスについて何ら決まっていません。これまで安全性の確保等について丁寧に説明を行っているところであります。引き続き政府を挙げて説明を重ねるとともに、いただいたご懸念やご要望に応えるべく、安全性確保と風評対策、なりわい継続支援にしっかりと取り組んでいく考えであります。処理水の海洋放出をめぐっては反対姿勢を崩さない漁業関係者の理解を得られるかどうかが課題となり、政府は開始時期を慎重に判断します。次に、合理的な根拠がないのに満足度ナンバーワンの広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反の有料誤認表示の措置命令を受けた2つの企業が、表示の元となる調査結果を同じマーケティング会社から提供されていたことが分かりました。これは関係者が明らかにしたものです。消費者庁によりますと、東京豊島区のマーケティング会社ネクサーの調査は、実際に当該の商品を利用したことがない人の回答も統計に入れていました。消費者庁は客観的ではなかったと認定しています。現行法では有料誤認表示で行政処分を受けるのは広告をした側のみで、誤認表示の元となる調査をした企業は対象になりません。市場調査専門業者で作る日本マーケティングリサーチ協会は、こうした根拠不明のナンバーワン表示を問題視し、調査手法や表示の適正化を求めて、今日にも消費者庁を訪れて協力を要請します。おしまいに、中米グアテマラの画家ホセ・モリナ・サラサルさんが6日までに80時間休むことなく絵を描き続け、ギネスの世界記録を更新しました。これまでは77時間が最も長い記録でした。サラサルさんは日本の墨絵の技法で風景画30点を描き上げ、インド人の記録を破りました。サラサルさんは2年ほど前から、自分は誤った道を進んでいないか思い悩んでいた。この挑戦で誤ったいないと思えたと、達成後に話したということです。この時間のニュースは以上です。ニュースデスク、遠藤さんでした。ありがとうございました。日本放送ケースストアから人気番組のスマートフォンケースが一挙新発売。朝ぼらけ、コージーアップ、ハッピー、ビバリー、ラジオショー、ズームほか、ここでしか手に入らないスマホケース、 iPhone、Android 各機種用が揃っています。詳しくは日本放送ケースストアで検索。さあ、メールを紹介いたしましょう。はい、ラジオネーム、うわたぬき、松戸市ですね。はい、最近は脱毛する男性が多く、芸人の方も全身ツルツルだと聞きました。うん、私はそれほど毛が多くはないんですが、髭が伸びてくるのはめんどくさいなと思っているので、脱毛しようかと悩んでいます。うん、竹山さんは脱毛に興味がありますかっていう。私ね、あの、はい、5、6年前だったかな、はい、ライブの企画でね、全身ブラジルヤンマックスだったんですよ。全部ピッて引っ張るやつですよね。そう、
全部やったの、はい、でものすごい痛かったけどやってる途中でね慣れてくるのよ、はいはいはい、でそのブラジリアンワックスのお店の人にいろいろ取材して聞いたら、うん、男性がね意外とこの VIO ゾーン下半身のやる人めちゃくちゃ多いんだって。へ、一つはやっぱちょっとこう清潔感がないと思ってる人もいるし、あとちょっと毛の多い人はちょっと不潔というか、はい、あの物理的に、はいはいはい、だから取りたいんですって人とか、だから意外と男性のブラジリアンワックスの VIP、VIVIO ゾーン、はい、そこを予約する人めちゃくちゃいるっつって。へ、しかも、今だと介護、うん、今後介護をされたりする時にすごくいいらしいんですよ。あ、そう、お互いとって毛がない毛がない方がいいっていう、うん、する方もいます。でもヒゲはどうですか？ヒゲはやっぱり何かあった時のために取っときたいもあるけど、確かにでも芸人の若い子なんかやっぱすねとかさ、うん、で綺麗だもんね。綺麗ですね今はね。やってるよね。女性化したらちょっとね自分より毛がないちょっと嫌ですけどね、ツルツル。嫌なの、ツルツル男子嫌。いやなんかうーん、なんかちょっとワイルドさどこ行ったお前のっていうのあります。ちょっとどう、うーん、全然あっていいですけどね。だっていい、全然あっていいですけどね。あっていいと思って生きてんですけどね。どうなんだろうね。はい、はい、チロリアンペロンチョさんですね。竹山さんに相談です、はい、うちの妻は私が買ってきたお菓子を勝手に食べてしまいます、はい、妻の分も買ってきているのですが必ずと言っていいほど私の分まで食べてしまいます、うん、逆に同じことを妻にしたら烈火のごとく怒られました、うん、一つも食べるなとは言いません。どんな味か知りたいので一個だけ残してくれればいいです。竹山さん、うん、自分が食べたお菓子を一個だけでも残してもらうようにするにはどうしたらいいでしょう。もうそれはね、家というのはそういうものですから、あとはもう隠すしかないです。うわ、そう、自分のだけは自分のところに隠して。それしかないですよね。で、奥さんの食べると怒られるのはもうそれは当たり前のことですから。全く同じことします。私も旦那に。そうでしょ。旦那さんもでも何も言わないでしょ、はい、別に。何も言わないです。でも、はい、確かもう顔しに行きますもん、その場で。あ、その場で。烈火に怒るとか怒った後にその場で買いに行ってこいっつって。もう家では奥さんの言うこと聞くのが一番平和の、ね、平和になりますから。隠せということ。もう自分が食べたいやつはもう自分の机とかなんかあればバッグの中とか、はい、それで隠す。絶対探すな私。はい、そうした方がいいですね。もう一枚ラジオネーム一匹あり。ちょっと聞いてください。マッチングアプリで全くマッチしません。やっぱり現実世界でもマッチしない人間はアプリでもマッチしないのでしょうか。半年のプランに入ったところちょっと後悔しています。どう、アプリ、ちょっとねマッチングアプリやったことないけど、どんなもん、どうなんだかね、理想が高いのかね、そんな簡単ではないんだろうねきっとね。あと紹介、あのなんか自己紹介ゾーンみたいなところを、はい、割とあのあれですよね、あのちゃんと書いた方がいいって。うちのなんか友達が、爬虫類好きですみたいなこと書いて全然来ないみたいに言ってて、で見たら爬虫類好きって書いてあるから、うん、それはまだ第二段階でよくないっつって、はあ、爬虫類嫌いな人はねそこであのね嫌だよね。だからそういうなんか技があるんだろうね。ここまで一発目はここまで書いた方がいいですよ。あ、そうそうそう、そういうのちょっと、ね、あれ書きちょっとあるかもしれない。ただ世代的にもうこれ老害かもしれないけど、俺の場合もさ、もうダイヤル Q2 で止まっちゃってる。金払ったね、あれ。金払ったね。親にバレて大変だった。はい。さあ、日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか？建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。建設現場と聞いて、皆さん大工さんだけをイメージしていませんか？実は、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら、誰もが救済の可能性があります。まずは、あなたがいくらもらえるのか、無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。天然植物活力液 HB101。野菜、花、米などに水に薄めて使うと、植物がぐんぐん元気になります。HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。